こんにちは。人からわかる3分美術史。今日は吉原二郎について勉強していきましょう。吉原二郎、1905年生まれ。抽象画家であり、具体美術協会の創設者、指導者として知られます。二郎は大阪の油問屋、吉原商店に生まれました。14歳の頃より独学で油絵を学びます。経営者の息子として商業を学びますが、21歳の頃、パリで学んだ洋画家、上山二郎に出会い、大きな影響を受けました。翌年になると、関西の若手芸術家グループ、総演会に入会。その翌年には個展を開催するなど、画家としての精力的な活動を行いました。その頃の代表作は、魚、朝顔など、二郎は当時、魚の画家と呼ばれるほど、魚を画題として多く扱っています。24歳の折、二郎は上山の紹介で藤田嗣治に出会います。そこで藤田から独自性のなさを強く指摘されました。これに奮起した二郎は、シュルレアリスムに転向。実家の仕事を続けながら、多くの作品を発表します。5年後の1934年には、藤田の勧めで出展した二科展で、出品した5作品すべてが入賞しました。続いて、1938年には、二科展の前衛作家による団体、旧室会の立ち上げに参加、大阪支部の代表となります。この頃の二郎は抽象画に傾倒していましたが、太平洋戦争の機運が高まってくると、前衛美術家たちは活動の縮小を余儀なくされ、二郎の画風も写実的なものとなりました。終戦の後、1950年代になると抽象画に回帰、井上雄一ら書家たちとの交流を経て、1954年には島本正三らと共に具体美術協会、通称具体を結成します。人の真似をするな、今までにないものを作れという二郎の指導のもと、具体は野外展示やアクションペインティングなど前衛的な活動を行いました。1957年にはフランスのアンフォルメの指導者であったミシェル・タピエが来日、具体の活動を高く評価し、海外に紹介しました。その後も二郎は先駆的活動を続けますが、1972年に60何歳で急死。しかし具体のメンバーが彼の影響を受けた作家たちが活躍を続け、日本の美術界に大きな功績を残したのでした。以上、